Ladies and gentlemen, welcome to Ultimate MC Battle. 第1試合、先攻コンピート、後攻アンダーフロー、上がってきてください。そしてベスト8からはバトルの前に。まず先行の MC から一言シャウトいただいてます。先行コーピーお願いします。対して後攻アンダーフローお願いします。お願いします。それではそしてベスト8は毎試合ビートが変わりますんでそれも楽しんでください。ではまずイエローボブお願いします。DJ がやばいビートをドロップしたらエビバリセイ OK 間違いない。それでは参りましょう。ベスト8第1試合、yeah, yeah. 先行コービート後攻アンダーフロー、 DJ はイエローボブ、8小節の日本勝負です。参りましょう。レディーファイ。今日こっからはベスト8、危険なゾーン入ってきたエリア、目には目ハリオファー、俺の背にはオーリバー、エイアマコビ、いつものように光るお前のジャケットラッセル、頑張る俺もマイク一本、Yo Yo マイクフォンシェイカー、発祥で自分の中感情を詰めていく、テクテクアナログアナログスタイル、俺は変わらずそれを貫きたい、オーバーサイズ着込むこの格好、パッと美じゃねえパッと締めるぜ、格好つけじゃねえんだこれは俺の芯、持ってる言葉吐き出した、yeah. 俺は体は S でも気持ちはパッと FAT、yeah. 今日は取るぜ MVP、 アマコビレペゼン KPT、 yeah. Let's get it, let's get it、 マイク一本勝負これしかねえ、今度は見つめる愛と愛、こんなやつはこれ愛じゃない、ザコそんなこと言われても俺は一切聞かないディス、そこら辺の奴らの言葉上っ面俺にファッ聞かないさ、またそうだアンダープレッシャー経験してますか、どうですか、俺はドンテスタマスター、茨城育ち俺は重鎮みたい、ストップ。さすがメスエイト、グッドレベルが上がりましたが、しっかりジャッジ、自分が勝ったと思う方に手と声よろしくお願いします。先行コーピート後攻アンダーフロー、オーディエンスは先行コーピート、それでは先生方お願いします。先行が青、後攻が赤です。勝ったと思う方にジャッジ、青が5本、勝者先行コーピート。アンダーフロー、最後なんか喋っていくこととかありますか。いやいや、俺今年音源出すんでよかったらチェックしてください。あとハスマチってクルーでやってるんですけど、一応シングル Apple Music にあるんでよかったら聞いてみてください。ありがとうございました。いや、ぜひ皆さんチェックしてください。多分100年後も聴けるような渋いラップしました。アンダーフローにもう一度大きな拍手。さあ続いてまいりましょう。第2試合、先行ガッティ後攻ハルノン、上がってきてください。おっと、それでは一回ストップして、では先行のガッティからシャウトください。シャウトをください。いいチャンピオンを決めましょう、よろしく。間違いない。対してここハルノン、茨城のチャンピオン決めれるやつどんだけいいんですか。オーケー、それではがっつり茨城のチャンピオン決めてもらいましょう。そしてビートが1試合ごとに変わります。レッドブラッド聞かせてください。マイチェック1、2、イエー、ナイス DJ。 それでは参りましょう。ベスト8第2試合、先攻ガッティ後攻ハルノン、 1、2、 DJ はレッドブラッド、レディーファイ。そもそも鼻にティッシュ詰めてんのはそれ舐めてんのか、それともふざけてんのか、
ちょっとその笑いがシュールすぎて俺にはついていけません。まずは引っこ抜いてやるよ。気合い入れてかかってきてみろよ。コルハナティッシュはあんたのライブ見て鼻血を出したんだ。地下抜け出してきたから俺今だから揺れててアンダーグラウンド。よ、吐いた唾は飲み込むな。これは笑い飛んだためじゃねえ。ためにためたこのマイカポンってあんたの鼻にぶち込むぜ。オッケーなら止まった鼻血をまた俺のラップで出させてやるから。いや、これがオリジナルから。まだお前俺にかなわないから。うん、いや、お前がレペゼンどこだか知らねえ。俺は言うぜ、レペゼン茨城。今年も2連覇狙うために生きる MC。よいよ、出させてくれよ、そのあんたのヤバいラップでさ。よ、俺はクロムチテューラ、まだレペゼン言えねえから買いに来てんだ。よ、生きた虫はピーステンだ。あんたの思いも伝わった。だがな、こんなおじさんよりも分け、やつに目を向けてくれよ、みんな。ストーフ、これもナイスバトルでした。それではジャッジ聞かせてください。先行ガッティここ春のオーディエンスは先行ガッティ。それでは、先生方ジャッジお願いします。ジャッジ青勝者ガッティ春のにも大きな拍手。そして春の最後、まあ憧れの人と今こうやってやれて茨城土浦やばいってこと今この場でよく分からしたんで、まあ、このままかっけえやつがただ進んでいく茨城をみんなで見届けてください。サンクラに曲あるんでよかったら聴いてください。ありがとうございました。ビッグアップ茨城フロム土浦。さあ続いてまいりましょう。ベスト8第3試合、先行スタナ高校アイスロール上がってきてください。わあ、OK、それではまず先行のスタナからシャウトください。はい、頑張ります。オッケー、対して今回アイスロール。Yeah! いいジャンプになります。オッケー、それではこの試合のビートはイエローボブ聞かせてください。ナイス DJ、間違いない。それでは参りましょう。ベスト8第3試合、先行スタナー、今回アイスロール。DJ はイエローボブ。レディーファイ。えいよ、まずは俺の話をしようか。こんな感じで生きがってるけど週5で働いてバイトもやって、マジで最近せちからねえ。だから俺はこのマイクで自分の人生変えるためにやってきたんだぜ。まずはお前のバイブスも含めて聞きたいぜ。いや週5で週6か週7で仕事すんのは当たり前だろ。これで稼げてねえんだもんな。でもこれで稼いだ分を音楽にレップ。俺が茨城の城をレップしてる。アイスロールいつでも俺はフロムはミスガイド。この場であんたとぶつかれて最高だよ。いやでも負けるつもりはねえ。中島代表として茨城の代表を背負って。えよ、俺だって負けるつもりならサラサラねえから、サラサラヘアじゃねえんだ。俺だってキャップかぶったら B ボイのスタンスでこの街立ってきてんだ。いつも俺なら医療従事者、患者の命を背負ってる十字架。ラップする時だけが俺の貴重な自由時間だ。いやそのキャップかぶるだけでビッボーイって心はなんだ。その薄っぺらい文化じゃねえ。これは50年続いた文化だぜ。お前のもんで甘いものしてんじゃねえ。いやそのために俺はスキルを磨いて週1クラブを借りてサイバーも行ってんだ。俺とグレムリンの主催の中締めサイバー、そこにお前もこっから遊びに来いや。スター、こちらもナイスバトルでございました。それではジャッジに行きたいと思います。先行スタナー高校アイスロール、オーディエンスは高校アイスロール。それでは先生方お願いします。ジャッジ青4本ということはエンチ行でございます。マイクと立ち位置入れ替わってください。そして延長戦はビートがレッドブラッドに移ります。準備ができたら聞かせてください。これまたナイ
Nice DJ。 それでは参りましょう。ベスト8第3試合入れ替わって、先攻がアイスロール、後攻がスタナー。 DJ はレッドブラッド、レディーファイト。 Yeah Yeah マークチェック、 AO ニヤニヤしてんと、遠慮はしねえぞ。 Yeah 止まることない、 Don't stop Don't stop、 お前は止まる、ここで終了。 Yeah これがベスト4ベスト8、それの違いの分かるか、俺は上に上がるため、 Don't stop 止まらねえ。 Yeah 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 怖い顔してるけど、その裏に見えるスマイルが分かるよ。俺は緊張してるから笑ってんじゃねえ、楽しいから笑ってんだぜ。ラップこんな人の前でやらせてもらえるなんて貴重だぜ。お前ら味わったことがあんのか、ゼロ人の前でのライブ。Yeah yeah ヒップホップは最高だぜ、でも今二人対面の対等だぜ。目を離した月に終わりだオーラ、この場で帰りな坊ちゃんオンライン。 Yeah yeah この場いらない、ベスト4から打ち破るぜ壁。 Yeah お前はそう、俺はでかい壁になるためにここのロシアゲー。確かにゲドにいるやつよりも俺は坊ちゃんかもしれないけど、俺だって一人の男だ、夢を持ってマイク掴んでやってんだ。 OK それが分かってる、お前の言葉確かに刺さる、だけど刺さるんじゃなくて育む、それがヒップホップのカルチャーだろ。はい、さー延長戦もいいバトルでしたね。それではジャッジ白黒つけてください、お願いします。先攻アイスロール、後攻スタナー。今度はややオーディエンスは後攻スタナー。それでは先生方お願いします。ジャッジ赤が4本勝者、後攻スタナーですか。アイスロール最後シャウトしていくことありますか。 Yeah まずみんな続けてください、ヒップホップを。イエー、茨城みんなで盛り上げましょう。中島サイファーアイスロール、イエー。ありがとうございました。破れはしましたが、かっこよかったアイスロールにもう一度大きな大きな拍手を。さあそれでは最後のベスト4進出者決めましょう。呼び込みます、先攻たくま、後攻こまめ、上がってきてください。スペシャルセコンドも登場しておりますが、それではまず先行のたくまからシャウトください。二人まとめで殺します。はい、対して高校こまめ、いや無理だね。いいっすね。それではこの試合のビート、レッドブラッド聞かせてください。ナイスね、ナイス DJ。 それではベスト8最後の試合参りましょう。先攻がたくま、後攻がこまめ。 DJ はレッドブラッド、レディーファイ。茨城のやつら俺の背中見てろ、こんなおっさん勝ち上がらせるわけねえだろ。俺がやってやる、地元茨城通りでから一歩一歩培ってきてやっとベスト8だ。おめえを殺してこれは次のベスト4、アイスロールの敵だって取ってやるからよ。俺はそう見てるだけだ上を、お前なんか序章の序章だよ。会った瞬間から感じてたんだ、君は俺の格下、わかるか、全然スキルが足りてねえこのビルディ。俺が10階の住人なら君は B1B2、 どんどん潜っちまうならこれ俺のスキル、ずっと回転して皆様の街に嗅ぎ回る A1B2、 どこかの今あの街、この街まだこの街で激変。知らねえよカーストなんて、人からの目線なんて気にしたことねえぜ。俺は俺、俺だけを見てる。だってよ、俺のラスボスは俺だけだからよ。えいよ、俺と目線合わせる、ヒゲすらぶっ殺してやるから見てな。茨城の代表、俺が取るぜ。分からしてやるよ、おっさんプルー。だから出せって言ってんだよ、でっかい。これはみんながワンって言うか。俺はワーニング、超ヤバいスキルの住人。超ヤバい、いつでも回してる住人。よ、マックの手が擦れるまでいつでも限界ギリギリのパーティー。格が違うでやり直しできな、ここは北の街の吹きだまりさ。スター
これもバチバチでしたね。皆さんの腕の見せ所でございます。ガッツリジャッジよろしくお願いします。先行たくま、後攻こまめ、一応全員参加全力の手と声お願いします。先行たくま、後攻こまめ、オーディエンスはやや先行たくま。それでは先生方お願いします。ジャッジ、赤赤赤青青3対2延長。じゃあマイクと立ち位置とあと、はい、フル坊さんもこっち来てもらってそれでは、先行ここ入れ替わってビートも変わります。イエローボーブ聞かせてください。ナイス DJ。 それではベスト8最後の試合延長戦入れ替わって先行がコマメ&フルビー、後攻がタクマ。それでは参りましょう。 DJ はイエローボブ、レディーファイト。楽しいね、私はラップのスキル使って橋渡ししてる。だってやばい、下が回る俺の頭の中を回転させてく目ん玉キラキラ今見つめ合い、超やばい、これはスキルの試合、後悔なんてしたくない前回、超やばい、この子がスキルの展開。やってやるぜマイクの電源切れたところで俺は関係ねえ、声量誰よりもやべえだろ。えいや、そのニットもひっぺがしてやっからや。ベスト4俺が一番乗り、若手最強は俺でランクイン。バカ野郎、これは音楽だよ、楽しまなきゃ漢字の間違いがよ。小自己知ってる自己主張が全然噛み合ってねえ。コースアウト、俺のスキルはてめえの耳元、ちゃんと分かってんだこっちは火の元。ショットは8ビーツ 4×2、 ちょっとヤバいスキルで仕掛けるシャッ。あっち見たりこっち見たり誰にラップしてんの、一体俺はここにいるけども、俺は地べたにしっかり足はつけてる、この根っこは抜けやしねえから。俺は雑草魂、昔から人にバカにされてばっか、それでもリベンジャー分からせに来てんだ。茨城の代表俺しかいねえじゃん。スタート。おー、これ決着つけろかな。ジャッジ皆さんに委ねたいと思います。聞かせてください。先行こまめ、後攻たくま。一応全員参加、ちょっと手をストップ気味で見せてもらえると助かります。お願いします。先行こまめ、後攻たくま、手の数がやや先行こまめ&フルピー。それでは先生方お願いします。ジャッジ、青が本勝者こまめ with フルピーですが、たくま、たくま、たくま、最後喋ってってください。めっちゃかっこよかったっすよ。最高です。こちらこそです。ナイスでした。たくまに大きな大きな拍手を。そしてここからはベスト4、いよいよ登場します。ここからバトルビートを担当してくれるのはコエンマ、大きな拍手を。イエー、ここから全試合準決決勝と担当してくれるコエンマ。そして今回いつもと違うんですよね。なんと全曲新曲でございます。全曲新曲でございます。大きな拍手。こんな豪華な予選ないぜ。もう手ぬぐいも落ちちゃうぐらいね。 OK。 そしてせっかくコエンマがやばいビーツを新曲持ってきてくれてるんで、ベスト1からは趣向を変えてステージ上にまず2人を呼び込んでビートを2曲かけてもらった上で
先攻後攻のじゃんけんをしてもらいたいと思います。そのルールも楽しんでください。参りましょう。ベスト4第1試合コーピーとそしてガッティ上がってきてください。さあそれではまずはビートを2曲聴かせていただきましょう。1曲目聴かせてください。ナイスピース。そして続いて2曲目。こちらもナイスピースでございます。それではこの2曲を踏まえた上で先攻後攻のじゃんけんをお願いします。後攻で。それでは先行のコービートにビートと尺の選択権がございます。1曲目で8の4か16の2です。1曲目で8の4で、ワン、ツー、はい、あ指で、はい、やってます。 OK、 ちょっともう一回聞かせてもらって、はいはい、何回聴いてもかっこいい。それでは参りましょう。ベスト4第1試合、先攻がコンピート、後攻がガッティ。ビートは1曲目で8小節の4本勝負。それでは参りましょう。レディーファイ。今日なんだかあの日のデジャブだぜ。去年はあんたが先攻、コーチとラフ俺が先攻、かますしかねえだろ。お前を見てけど、なんかその T シャツのマスケンしか見れねえから、俺も見してく、マイクつかむオリジナルから、いつもこっからあげるこっから。まあ公演間のバトルビースならどっちを選んでもいけてる、それ分かってるから、あえてここあんたとの会話を楽しみにしてんだよ。いやだから4、2本なんでもいい、やり方は変わらない、それだけでいい、コウさんとここでやれることに全部意味があるんだよ。悪い悪い、毎回思ってるけど、バトル上でコウさんって言うな、アマン MC ネームならコーピーだ、俺もちゃんとガッティって言ってんだろ、ゴジットなんて言ってね、ちゃんとしっかりガッティって言ってんだろ、お前もマイク使って喋ってくれ、そうじゃねえと対等じゃねえよ。ガッティってしか言ってねって言った後にすぐゴジット許せねえ。コーピートコーピート、俺がどうしようと勝手なんだよ、好きなことリスク背負いながらやってるぜ、レペゼ茨城の MC 今夜一番を決めんだろ、そんな気合どれに勝てんのかよ。うるせえ、こちとらお前の2連覇を阻止するために出てんだよ、全員のお前を背負ってバックバックは重すぎるで。 Yo、 後ろに下がるレイバックするシート、でも俺ならこのブルーのシートレディゴーかけるお前にジョブスー。いや初戦2連覇阻止やろ、3連覇すっから来年も出ろよ、今年だけじゃ足んねえぞ、俺は来年の分まで見てからよ。でも今は目の前のあんたを見て、俺のただ率直な意見を言いて、かっけえかっこよくねえじゃねえ、茨城を見せる気持ちが見せて。もちろんそうだよ、俺も一緒だぜ、クソかっこいいライブ、クソかっこいいスキル、なんかかっこいいとかじゃねえ、気持ちよく書店に見せてく、それしかねえ、この街をどんだけレップできるか、子がレペゼンなら俺しかいねえ、それしかねえ、ガッティに任せてらんねえんだよ。子がレペゼン、だから子がの MC に勝たすつもりはありません、俺はレペゼン、いつだってそう、地元から茨城飛躍してるぜ。いや、それが去年のジャンプだ、やることもやって勝つために来た、今年もあと2枚音源出すから、やることやって年末に行くぜ。スタート。これもナイスバトルでしたが、心を鬼にして自分が勝った方、自分が信じてる方にでっかい声と片手教師よろしくお願いします。聞かせてください。先攻コーピート、後攻ガッティ。まずはオーディエンスは後攻ガッティ、
それでは先生方お願いします。ジャッジ。赤青赤赤赤赤が4本、勝者高校ガッティですか。コービートめちゃめちゃかっこよかった。最後シャウトしていくこととかありますか。ぜひなんか喋っててください。え、ありがとうございました。すいません、負けちゃいました。ガッティ2連覇してください。じゃないと悔しくて多分また出ちゃいそうです。あざした。また出てくださいね。古賀の小さな巨人、コービートに大きな拍手を。ライブもバチバチかっこよかったです。ありがとうございました。さあ、そんなコービートを退け、まずはガッティが決勝進出。そのガッティに挑むのは誰か決めましょう。スタナー、そしてコマメ with フルP、上がってきてください。それでは先ほど同様、まず小山さんに2曲かけてもらってじゃんけんしましょうか。まずは1曲目。ドラマティック。続いて2曲目ください。これも分厚くてかっこいいですね。さあ、この2曲を踏まえた上でまず先攻後攻じゃんけんかわしてください。ということは先攻ですね。先攻ですね。じゃあフルボーさんと2人であっち行っていただいて、ドラマティックなのは1曲目ですね。尺はどうしましょう。尺は8-4、8で。ではビート1曲目の8-4でいきたいと思います。それではベスト4第2試合、先攻コマメ with フル P、 対する高校がスタナー。ビートは1曲目8小節4本勝負、参りましょう。コエンマ Ready Fight。Yeah、 みんな何かを背負ってるぜ。古賀シティ代表茨城でって言ってるけど、俺はいつでも見ているとこが違う。俺はおっさん45歳だから、古賀のこの街の厚み集めるためにラップしてる、まるでミルフィリューのような遊び。Yeah、 俺もこのビートがいいと思った気の合うおじさん、俺だってこっからかましていくから、耳をかぼじって聞きな。 Yeah、 まずは日が落ちてきた暗い中、俺が光る Yeah、 スポットライトになるから、お前ら聞いていきな。 I'm a sunlight boy in the building。 みなさんフリースタイルしてると勝ち負けにずっと存在依存だけどもさ、俺はライブ前にいつもやってるフリースタイルを一番かっこいい状態でキープオンだろう。実際は俺の憧れのナズはいつでもやるやつだから、バースに踏み外すわけもなく一番かっこいいやつを確実。間違いない、俺だってそうだぜ。誰かを否定したいわけじゃねえ、肯定した上でさらに俺が上の上まで行くってことだぜ。 OK フライウェイ、俺が光になるぜ。いつまでもおじさんにやらせんじゃねえ、俺が茨城を背負っていくぜ。これが俺なりのメッセージだ。そう、おっさんは辞めようと思ったことも何回もあった。だけどさ、仕事も遊びも超やる。俺のクルーは 4×2 超狂ってるやつが集まりだしたら、いつでもパーティーが終わらねえ、もうやめてくれ。だけど日が暮れるまでラップするだけ超やべえだろ、俺のラップはよ。超やべえよ、マジで超やべえよ。イエージビザベイビーみたいな感じで超やべえよ。だって俺だって鏡の前でようなようなラップしていた。それが今となってはこのステージに立った。 OK、 生きり立ってるわけじゃねえんだぜ、俺だって生きるために必死に磨いてきてんだぜ。だからスニーカーだっていつもピカピカだよ、磨いてるスニーカーお前たち聞いとけや。
生きるためにラップをするのは間違いだぜ、ちゃんと理解しときな。仕事も遊びも超やるでさっき言ったけれども全てが平等なんだ。天秤が崩れれば地獄まで青し、明日は真下、さっき言ったニュース誰かに聞いてるいつもの場面、光と影ぶちかますだけ。そうだぜ、いえ時間平等かもしんないけどこの世の中は不平等だって。俺のことを知らない奴は手あげねえだろ、だけど俺のスキルやばいっつったら手あげんだろ。オーケーそういうことだぜ、オーケー何が言え、自分かわからなくなる夜もあったけど超えた、俺自身を超えてこのステージに立って UMB まであと1回だぜ。こちらもナイスバトルでございました。それではもう一人の決勝進出者ガチに決めてください。先行こまめ、高校スタラー、オーディエンスはやや先行こまめ。それでは先生方お願いします。ジャッジ青が本勝者先行こまめ with フルBですが、ここまでかましてくれたスタラ、最後シャウトしてってくださいぜひ。いや、俺は結城、ここの茨城西エリアでやってるスタナボーイって言います。本当は DJ フォレストとかクルーで動いたりするんだけど、今日は一人でここ乗り込んでノリでやってきました。いや、俺が勝利する分負けたやつもいて、そいつの背負いも背負ってマイク握って戦った分めちゃくちゃ悔しいんですけど、いや、俺はバトルじゃないぜ、ライブでかますぜ、みんな見に来てください。こんだけかっこいいフリースタイルかましてくれたスタナ、ライブも気になりますぜ、皆さん遊びに行ってください。もう一度スタナに大きな大きな拍手を。そして今のバトルでいよいよ今年の茨城の看板あと2名まで絞られました。残すところ泣いても笑ってもこのバトルでチャンピオン決まりますが、皆さん準備はいいですか。Alright、それでは呼び込みたいと思います。ガッティ、そしてコマメ上がってきてください。よっしゃ、おっとここに来てガッティサイドにセコンドが登場して、コマメサイドのセコンドは退場するという、まあ人数制限、おっとおっとこれはおっとおっとおっと、さあ小山さん中立でお願いします。それでは決勝、じゃんけんの前に準決と同じくビートを2曲聴かせていただきましょう。まずは1曲目イエーナイスビーツ、そして2曲目聴かせてください。プリプリな、最高です。それではこの2曲を踏まえた上で先行後攻のじゃんけんお願いします。先攻がチームガッティ、後攻がチームコマメ。それではビートはクラシック、尺はどうしましょう。16日本で16人、ここできました。それでは泣いても笑ってもこれでチャンピオンが決まります。皆さん決める準備はできてますか。 OK、 それじゃあこのままいきましょう。先攻がガッティ、後攻がコマメ、16小節日本勝負でございます。それでは参りましょう。最後は全員の力を貸してください。それでは行きます、決勝戦レディー。 OK、 1回ホードンです。すいません、僕がよく分かんないことしちゃったせいですいません。 OK、 今のは練習なんでね、もう一回全員の力貸してください。決勝戦です、引き直していきましょう。改めまして、先攻がガッティ、後攻がコマメ、16小節の日本勝負。それでは参りましょう、レディー
ワン、ツー、ヨー。まさか茨城の決勝が40手前と46歳だとは思わなかっただろ。でも UMB の茨城は俺はこうでいいと思ってるぜ。他の地方よりなんせヒップホップ指数が高すぎて県外のやつが追いつけねえ。それぐらいやべえライブを今日は見せて、相手がこまめでマジでよかったぜ。ヨー。16、2本、8じゃやめません。まだまだやり足りないからやめません。ただ楽しみたいだけ、背中を見せるお前らに今年もだぜ。よ、誰よりも信じてくれてた後輩に一番かっけえとこを見せて、それだけだぜ。レペゼンの意味を今年も俺が教えてやるぜ。8も準備にあっち側向いてるけど、俺はガッティ君の横腹に超ヤバい横槍入れに来たんだぜ。2024年は安泰かわかんないじゃん。誰が一番フリースタイルな状況なんて、こらえの裏表さて状況、東京古賀シティ、いつでもどこでも LA、 どこ箇所を一番クリッククリッククリック、どうやってヤバい強襲強襲する、お家に帰る、どこまでやらかすか16小節ちゃんと頭の中もクリーン、西とかねえとできねえぜクリーン。ヒアやばいだろ、おじさんたちの集まり宴だぜ、半端ねえやつさ。いや、こまめからのクリーンシップ、した言葉で俺とお前測るスキンシップ、楽しめるだろ。即興なんだもん、16あればお互いを話せるだろ。いや、あんたの地元で、地元じゃねえ俺がカッコつけて今年も一番を取るぜ。悔しかったら来年出てくれよ、そのために俺は未だにやってんだよ。コービート、来年も出ることになっちまうじゃねえよ、来年も出すからよ。かっけえ、 MC が一人でも多い方が茨城を背負うならそれでいいじゃねえか。まだだよ、大丈夫だ、俺はカウントちゃんと取れた上で、あんたボコボコのマウント取って一発二発じゃねえ、撫でていいラップをしようって言ってやるぜ。いいラップしたくてずっとマイク握ってる。45だろうがいつでもハート、俺の準備はいつでも超ヤバい。ドラマ箱始まっちまったら散らかったこの街で一番いい地点、いい次元、宇宙へぶっ飛ぶぜ。言葉吐き出す言葉の一番力が強いとこ、えよ、ガッティ君に今挑めるこの感じに今感動してるよ、超ヤバい感動。おじさんたちはいつでも盛り上げる状況、16って超長いだけど俺のまつげも超長いゲーム、間違いないでの自信、超楽しみたいこの今の位置スタート。まずはがっつりヤバいバトルかましてくれた2人に、ですがその上で勝者敗者を決めるのが UMB。 それでは今年の茨城の看板ジャッジよろしくお願いします。先行ガッティ、後攻コマメ、オーディエンスはまずは先行のガッティ。それでは先生方お願いします。最後のジャッジになるかもしれません、心を込めてよろしくお願いします。ジャッジ、I'll go home! UMB 2024茨城チャンピオン、ガッティ!大きな大きな拍手ですが、ここまでがっつりかましてくれた大ベテラン、こまめにも大きな大きな拍手、こまめさん、最後、喋っていってください。いやね、強い人とやるとさ、面白さとさ、ヤバさがさ来るんだよね。前半ちょっとこう、うーだけど感動して、うーみたいなね、そんな感じだったけど、あとさ、今フルビーセコンドついてるの8ビーツって言って、この間おだてろって曲もリリースしてさ、チューンコアで聴けるんで、みんな聴いてください。あともう一個言ってもいいですか、これね。あとさ、2023年、あの前回シャモくんと一緒にバトルやってさ、まあ俺負けたんだけど、一緒に曲作ろうぜって言って、そろそろ多分それもリリースするんで、皆さん聞いてください。ピース UMB 最高だぜガッティ君、また優勝してくれ。こまめにもう一勝、大きな拍手。セコンドにも大きな拍手ですね。セコンド同士もぜひ称え合ってください、健闘を。
美しい光景です。コガシティ、ですが、そんなコマメチームを倒して優勝したカッティチーム、それではお楽しみタイムよろしいですか。 UMB2024 Winner of 茨城、ガッティ殿、あなたはアルティメット MC バトル2024グランドチャンピオンシップ出場権を見事に勝ち取りました。茨城予選優勝者として金5万円の賞金を贈呈いたします。そして決勝大会は2024年12月24日火曜日、平日なんで気をつけてください。恵比寿リキッドルームにて行われる予定です。この度は決勝進出、それではさんざんパラフリースタイルかましてライブもかまして散々ラップしたでしょうが、改めて今年の茨城のチャンピオンとしてのガッティのフリースタイル聞きたいやつどんぐらいいるんすか。だったら聞かせてもらおうぜ。ウィニングラップ、レッツゴー。 Yo, one, 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 two. Yeah, one, two, one, two. Yeah, 今年も俺に任してくれ。去年はやることやって優勝した。こんな年になってもやれることは山ほどあるのも約束したよ。言ったこと全部守るから。中締めサイファーマジで来週遊びに行くからよ。地方地方その地方で頑張ってるやつがいる。その中で俺が刺激になるならいつだって動くよ。茨城、俺が別に一番になるためじゃねえ、おめえらを一番にするだけ。それが俺にとっての常にの目標だからこそ2連覇お前らに約束するよ。ありがとう。また今年もオープニングゲームで全部が振りだったっていうことになっちゃうんじゃないでしょうか。マジで優勝に、今日本で一番優勝に近い男だと思ってます。じゃあ最後行きましょうか。シャッターチャンスなんで全員いいですか。カメラ構えて、カメラ構えて、カメラ構えていいですね。それでは行きましょう。 UMB2024 茨城予選優勝ガッティ、大きな大きな拍手を。そしてチャンピオンガッティ、そして今日ベスト8でガッツリヤバいライブ、ライブじゃねえよ、ビートをブレイクしてくれたイエローボーム、そしてレッドブラッドに大きな拍手を。そして何より今日のために、いいですか、真ん中に全部新曲とか、もうこの人も優勝でしょう。声まで大きな拍手を。ナイスビートでした。ありがとうございました。そしてガッツリヤバいジャッジかましてくれた5人のバイシーの先生方にも大きな拍手を。そして最後まで今日の予選を見届けてくれた全てのオーディエンスにも惜しみないリスペクト、大きな拍手を。